実はね、あの、作り笑いでも、えー、笑顔になることってのは、えー、効果があるということが分かってるんですね。で、どういうことかって言うと、あの、まあ、表情筋、表情筋がこうやってね、効果をかけて笑ってると、それを脳が解釈して、あ、今自分はこういう表情筋をね、あの、笑顔という形にしてるってことは、えー、なんか楽しい気持ちなんだ、嬉しい気持ちなんだっていう解釈をする。 で、これが要するに、身体の情報を脳が解釈することによって、今どういう状態か、えー、把握するっていうね、そういう、ある種の行動主義というか、つまり、心理が先にあるんじゃなくて、行動、まあ、顔の表情を作るってことも一つの行動なんですけど、その行動を脳が解釈することによって、楽しいから終わってるんじゃなくて、一番笑ってるという行動を取ってるから、楽しんだという解釈をするという効果があることが知られてるんですね。で、これ、いわゆる中立的な情報、えー、例えば、楽観的にも悲観的にも、 解釈できるような情報をですね、広角上げた状態と広角揃えた状態で読んだ場合にはですね、広角上げた状態でその情報を得る方がより楽観的に前向きに解釈することができるということが分かってるんですね。だよく言われてる、例えばあの、 えー、アフリカに靴に置いに行ったら、えっ、ー、と、二人のセールスマンがね、一人はだから、誰も靴履いてないですから、靴なんか売るのは無理ですっていう。で、もう一人は、いや、あの、靴誰も履いてないから、たくさんこれから売り込むことができますよっていう。そういう、まあ、コップの水が半分しかないのか、半分も残っているのかっていう、この楽観性の、あるいは悲観的な解釈をするかしないかってことが、実はこの口角を上げるとか、そういうことによって、えー、まあ、 伝わるっていうことがあの、変化するっていうことが分かっているわけなんですね。で、ただですね、この、えー、まあ、そういう形でその様々な認知実験で、えー、広角を上げた状態で、えー、情報に接した方が、えー、楽観的に、えー、情報を解釈するってことが分かってるんですけど、ただね、あの、よく目が笑ってないって言うじゃないですか。僕、昔あの、えー、プロフェッショナル仕事の勇気で、えー、一郎さん取材した時に、茂木さん目が笑ってないって言われたんですが。<laughs> あのー、目,目の周りの筋肉ってのはですね、これ、随筋じゃないんで、あのー笑う、作り笑顔だとバレちゃうんですね、この目の周りっていうのは。なので、目を見ると目が笑ってないってのはそういうことで、えー、これは随筋じゃないんで、本当に、えー、楽しい、えーあのー、嬉しい気持ちにならないと笑えません。僕はだから、一応さんインタビューしたときは、事前にあのプロデューサーとかにいろいろ言われてて、ちょっと緊張してたんで、最初にね、あの一応さんにそう言われて、あとは長場が和んでですね、あのー、とても楽しい雰囲気で取材できたんですが。 そういうことがあります。で、あと僕よく思うのは、その、アメリカ人とかね、あの、エレベーターの中で会っただけでこうやってなんかにこって、あの、効果をかけて、作り笑顔だけど、笑ってきますよね。で、ああいう文化があるということと、アメリカ人が全般的には、あの楽観的で、えー、前向きであるってことはと、どうも、文化的にはそう考えるんじゃないかと、そういうリサーチがあるかどうかいうのは、僕は現時点で把握してないんですけども、あの、作り笑顔をしましょうという文化がある方が、より未来、これから起こることにして、楽観的になるんじゃないかなということが、 あると思うんでぜひ皆さん、あの、作り笑顔でも、えー、楽観的にする効果があるんで、ぜひ皆さん、えー、作り笑顔でもしてください。ということでございます。えー、まりげんしお待たせしました。スマイルの紅葉でした。にゃーん。